こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2007年の5月に起こったエキスポランド風神雷神2事故についてお話をさせていただきます。ツイッターの方でエドワードしめじさんという方からリクエストをいただいてます。ありがとうございます。2007年の5月に起こったジェットコースターの事故です。皆さん覚えてはりますか？僕は本当によく覚えてます。まあ、実際に自分も行ったことのあるエキスポランドっていう遊園地で起こったっていうのもありますし、これ多分この報道の初期ぐらいでですね、まあ、実はこの被害者の方が、まあ、このジェットコースターの、まあ、コースターとあとこの手すりにこの挟まれて、で頭部をまあ強打して、でその頭部がですね、このジェットコースターから下に落下してしまった、まあ、まさにこう即死状態であったというこの残酷な事故であったというので、僕も強く記憶に残ってます。で、まあ、実はこの事故ですね、さまざまなポイントはあるんですけれども、まあ、まずこの手抜き点検のせいで、まあ、起こってしまった、まあ、ある意味人災であるというところですね。で、まあ、この事故によってですね、エキスポランドって、まあ、大阪の万博があって、その2年後ぐらい、1972年ぐらいから営業を始めて、これがまあずっと続いてたんですけども、まあ、この事故がまあ引き金となってですね、2009年、事故から2年後にまあ閉園になってしまったという、まあ、そういう、まあ、遊園地を閉園に追い込むような、まあ、そんな事故であったということです。で、まあ、さらにはですね、まあ、そのこの事故で19歳の女性が亡くなってしまったんですが、事故が起こってから15年、2022年の5月、今年ですね、まあ、ご遺族の、まあ、お母さんが初めて、まあ、メディアに、まあ、当時の心境で、まあ、今の心境を語ると、まあ、いうことをなさいました。なので今日は、まあ、事故の概要と事故の原因で、お母さんが初めてマスコミに語ったその当時と今の心境についてお話していきたいと思っています。エキスポランドです。関西に住んでる30歳以上の方やったら大体行ったことあるんじゃないですか。あの千里中央の万博公園のあれ、だから反対側にあったんですかね、今のエキスポシティのあるとこですよね。で、風神雷神2です。1はどこにあってんというと、1は花博にありました。1990年に鶴見緑地であったのが国際花と緑の博覧会、花博です。これ僕もね、遠足かなんかで行ったんちゃうかな、確か。ここに風神雷神がありました。で、これ4月から9月までの、まあ、半年弱ぐらいの期間で270万人ぐらいが乗ったっていう、まあ、超人気アトラクションになったんですね、花博の。で、その2年後、92年にエキスポランドに風神雷神2という形でできました。立ったまま乗るジェットコースターです。全長980何メートル、まあ、1キロぐらいですね。で、ここを2分半ぐらいで直立不動で肩をガシッと固められて、お腹を固められたような状態で、で、最初に遡ってぐるーんと行って、最高時速72キロぐらいかな、2分半でまあゴールするという、まあ、そういうアトラクション、人気アトラクションです。僕も乗ったことあると思います。友達、幼なじみのキムとですね、女の子2人といわゆるダブルデートで行きました。で、まあ、当時僕女の子と喋るのむちゃくちゃ苦手やったんで、まあ、今もそんな得意じゃないですけど、なんかずっとこうなんかだるいなーみたいな顔してですね、ほんまむちゃくちゃ興味あんのにめんどくさいなーみたいな、なんかこうなあキムという、まあ、男の友達しか喋れんくて、で、まあ、その女性たちに退屈な思いを多分させたと思います。でも、まあ、これに乗ってですね、まあ、一瞬キャーキャー言ったというような記憶はなんとなく薄ぼんやりとあります。
まあ、そんな風にエキスパランド行ったことあるっていう人多いと思いますし、この風神雷神2乗ったことあるっていう人多いと思います、まあ、ですがですね、まあ、ひどい話でこれアトラクションできたのが92年なんですけど、そっから15年間1回もこの車軸が点検されてなかった、交換されてなかったということなんです。点検はされてました、交換されてなかった。15年間毎日毎日人気アトラクション人を入れ替わり立ち替わり乗ってんのにずっと使い続けてたんです。なので、事故があった2007年の5月も風神とこれ雷神っていう2つのコースターがあって、それぞれ6両編成で20人ぐらい乗れるんかな、なんすけど、もう両方の車軸が結構しっかりもう危ないひびが入ってたそうです。なのでまあこれ結論としては一つのジェットコースターの方がまあ壊れてしまって一人が亡くなったんですけども、まあ、もう一つの方のジェットコースターでも同じようなことが起こる状況にあった、まあ、それぐらいひどい状態であったということなんですね。で、被害に遭ったのは19歳の女の子です。滋賀の方から友達と6人でエキスパランドに遊びに来てました。レンタカー借りて、職場の同僚だったんですかね、エキスポ行こうやって話になったんですよね、きっと。でやってきました。で2007年の5月5日土曜日、ゴールデンウィークの子供の日ですね。で、まあ、彼女たち6人で来てですね、いろいろ乗ってですね、で風神雷神2の列に並ぶんですね。で列に並んでやがて自分たちの番が来ます。でちょっと詳しい話はわからないんですけど、彼女らの前後にですね、なんか親子連れか別のグループがいたそうなんです。でバラバラになっているから、どうぞどうぞと先に通してあげて、まあ、本来やったら自分は前の1両目に乗ってたのが、譲ってあげたから2両目になったそうなんです。これが後々の、不運につながってしまうわけなんです。さっきもちょっと言いました、風神雷神2は立ったまま乗るジェットコースターです。最初はこう坂に登っていくんですね。ガタ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 って登っていくわけなんです。高さがですね、40メーターのとこまで登っていくんです。ガタ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 って。で、そこからトータルで1キロぐらいをこうブワーッと行くんですけど、まず最初の大きな山ですね、登っていって上からずっと下っていきます。で一つ目の山あります。ここでもう2両目の、車軸ですね、こう車輪と車輪をつなぐ、鉄の棒みたいなところ、そこの一部がバキッとなって、ナットが地面に落下します。なので、明らかにですね、なんかギーっていう音が鳴ったり、ガタン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 っていう音が鳴ったり、乗ってる人らはみんな明らかな異常をこの時に感じ出したそうです。で、2つ目の山を越えて大きく左にカーブします。で、そこからちょっと S 字カーブなんかもあってですね、次はこう右側にぐるんぐるんぐるんと渦巻きに回転します。で、また上の方まで登っていって、落下していくんです。で、もう全部の5分の4ぐらい行ったところ、ほとんどゴール仕掛けのところです。ここまででももうすでにジェットコースターは大きく傾いたりですね、もう悲鳴のような、みんな明らかにおかしいから、もう悲鳴も出てまして、怖い怖い止めて止めてっていう声も出てました。でさらにギギギギギギっていうなんか変な音も鳴ってました。でついに5分の4ぐらいのところでですね、2両目の左側の車輪が脱輪します。でこれがガタンと左側に傾いてしまいました。でこれ実はですね、普通のジェットコースターではこの19歳の女の子は乗ってたとしても多分亡くなってなかったんじゃないかなと思います。これは風神雷神2だからこそ亡くなってしまったというふうに言われています。なんでかというと、このジェットコースター立って乗るんですね。直立不動で乗って背中側に板みたいなのがあって、そこに固定されるんですね。でちょうど股のところになんかちっちゃい椅子みたいなのがギーギーって上がってきて、それでちょっとこう体重を軽く支えるような状態です。でこうなっている、こういうふうに立ったまま固定されているコースターが
左側の車輪が外れてしまったことによって大きく左に傾くんです。なので乗っている左側の人はですね、コースターから大きく左に外れるというような形になります。で、なのでですね、もうコースターから大きくはみ出た状態で疾走していってるわけなんですね。で、そこに運悪くこのコースターを点検する時の通り道の手すりがありました。で、この手すりにこの立ったまま大きく左側に傾いた2両目の一番前に立っていた19歳の女の子の頭がガーンとぶつかってしまうんです。すごい力で当たったんで、女の子の頭の頭部はそのまま、体から離れてちぎれてしまって地面に落下したというふうに言われています。19人乗ってらっしゃって、1人亡くなったんですけれども、20人乗ってたんかな、1人が亡くなって1人が重傷で、他の18人も搬送されました。で、これ不幸なのがですね、お一人亡くなって他の方も怪我を負ったんですけれども、その頭部の一部が欠けて下に落ちてしまっているような状態を、そのまま他のですね、乗客の人たちはですね、体がコースターに固定されているんで、ずっとその状況を見なきゃいけない、同じ空間にいなきゃいけないということになりました。で、さらにコースターの下にいた人たちもですね、頭上から血が降ってきて、頭部も降ってきているわけなんですけども、これによってですね、多くの方が体調を崩してですね、15人ぐらいの方が搬送されたと、いうことが言われています。で、この不幸中の幸いで言うとですね、この2両目が落ちなかったっていうことなんですね。これ落ちてしまったらですね、その2両目が落ちてしまったその重さで1両目から6両目まで落ちてしまってですね、これ最大24人乗りのやつが、20人乗ってたんですけど、その20人全員がこの落下して、大怪我もしくは多くの方が亡くなっているというような可能性もあったと言われています。で、なんでこんなことが起こったのかというとですね、一言で言うと全然点検してなかったからなんです。一応ですね、建築基準法というのがあって、その中でジェットコースターというのは1年に1回点検しなさいよと。で、エキスポランドもこの点検の時にはこのジェットコースターを分解してどっかなんかひび割れてないかとかいうことを点検するという、一応そういう規則は会社内で作ってました。で、このジェットコースター風神雷神2を作った会社、これ確か東吾とかいう会社なんですけど、ここもですね、この5、6年7年ぐらいで1回は車軸を交換しましょうねというようなことをメーカー、エキスポランド側には言ってたそうです。ですがエキスポランドは結局ですね、この点検はこの事故の後の5月10日ぐらいにやる予定だった、さらには風神雷神2が導入された1992年から2007年までのこの15年間ですね、車軸は1回も交換してなかったということなんです。なんでそんな手抜きすんのということなんですけども、結局これで社長がですね、この事件判決出てるんです。業務上過失致死と建築基準法違反でなんですけど、なんでこんなことやったんやというのはですね、一つにはですね、このエキスポランドが、かなりもうお客さんが減ってたということもあるんです。実はこの頃ですね、結構その全国的にそうなんですけど、バブルが弾けて、10年も経ってないかな、5、6年経ってるような時期で、バブルの時に遊園地ってできまくってたんですよね。で、大阪でいうと USJ ができたのが2001年なんです。なので、USJ にごっそり客取られてたりとか、他の遊園地も多かったというので、エキスポランドはかなり行き詰まってました。で、そんな中なんとか利益を出そうとして、整備のあたりをケチってしまって、結果こういうことになったんじゃないかというようなことは言われています。で、こういう事故がありましたんで、国もですね、他のジェットコースター大丈夫やろなと、緊急点検しなさいということでやらしたらですね、実はその半数以上で、何らかのこのジェットコースターの車両にですね、不備があるというようなのが見つかったというふうに言われています。
半分もいかんのか。306機全国のジェットコースター306機のうち119機、まあ3分の1ぐらいでですね、まあこのちゃんとした点検が行われていないというのが分かったということでした。で、まあ、亡くなってしまったのは19歳の女性です。でそのお母さんが事故から15年経った2022年の5月に初めてメディアのインタビューに答えています。まあ、実は当時ですね、この被害者の女性が、まあ、ちょっとそのぽっちゃり体型であったということで、まあ、いろんなですね、まあ、心ないそのネットなんかの誹謗中傷がありました。まあ、今でこそ誹謗中傷まだ多少ちょっとその規制とか罰則がありますけど、当時なんても言いたい放題なんですよ。だからむちゃくちゃいろんなことを言われてまして、まあ、そういうのもあってですね、まあ、このご遺族の方は、まあ、こう取材なんかには一切答えてなかったんですけども、まあ、こう事故から15年経ったという節目でテレビ大阪からのインタビューに答えてます。で実はまあ答えようと思った、まあ、そういうきっかけみたいなのもあったそうででして、これお母さんがインタビューに答えてるんですね。亡くなった19歳の女性は、まあ、お姉ちゃんも何人かいてお兄ちゃんもいてみたいな。で、お父さんがですね、この事故からさらに十何年か遡る昔に、まあ、他の事故で亡くなっちゃってるんですね。だからお母さんが育ててらっしゃったと。で、まあ、みんなで楽しみにしていて、まあ、エキスポランドで、まあ、こういう手抜き工事によって命を奪われたということで、まあ、当初は本当にこのエキスポランドの社長とかを差し違えても、まあ、殺してやろうと思うぐらい強く恨んでたと、まあ、いうようなことはお母さんおっしゃってます。 ですがですね、まあ、お母さんの心を少し落ち着けたというのが、まあ、この亡くなった女性の、まあ、お友達の行動だったと。で19歳で亡くなりましたので翌年成人式なんですけども、友達がやってきてですね、おばちゃん、あの子の写真貸してほしいんやけどって言っても家来はったんですね。で、なんでなんって聞いたら、まあ、一緒に成人式行くねん。で、まあ、そのお母さんありがとうと、あの子もほな成人式連れて行ってやってということで、まあ、こう成人式一緒に行って、まあ、写真でみんなの集合写真に、まあ、そのお友達が亡くなった19歳の女の子の写真を持って、まあ、こう集合写真を撮ったそうです。で、まあ、それ自体もすごいありがたかったんですけども、まあ、お友達はですね、まあ、毎年この5月5日子供の日ですね、まあ、これが命日になるんですけれども、まあ、彼女の家にやってきてですね、まあ、ここで集まって、まあ、みんなで、まあ、この亡くなった女の子のことを、まあ、思い出しに来てくれるそうなんですね。で、まあ、お友達たちももう当時19歳とかなんで今30代半ばぐらいで、まあ、それぞれ結婚してご家庭を持ってる人が多いと。なんで、まあ、お母さんとしてはですね、いやもうありがたいけど、まあ、あったらもう結婚して旦那さんも子供さんも言い張るし、5月5日は子供の日やからもう混んでええよと、まあ、あの子のことどっかで覚えてくれたらそれでいいかなということをまあおっしゃったそうなんですけど、まあ、お友達が言ったのは、うん、別に何やそのあの子のために来てるっていうのとはちょっとちゃうねんなと、まあ、あの子が私らのためになんか毎年同窓会やってくれてるような感じやねんと、あの子がみんなをここに集めてくれてんねん、私らもいろいろあるんやけど毎年集まるの楽しみにしてんやでっていうようなことをお母さんにおっしゃってくれたと、まあ、いうことなんですね。で、まあ、お母さんとしてはその亡くなった女の子の、まあ、こう結婚してた時の、もし結婚したらどんな感じやったやろうなとか、まあ、もし子供できたらどんな子やったろうかなと、まあ、いうことを思って、まあ、今でもまあこう苦しい思いはされてるそうなんですけども、まあ、そういう彼女のお友達に、まあ、とても支えられていると、まあ、いうようなことをおっしゃってました。で、まあ、残念ながらですね、まあ、そのエキスポランドの事故の後も、まあ、いくつかコースター、ジェットコースターの事故っていうのはあります。2001年には東京ドームシティで、まあ、ジェットコースターから男性が投げ出されてしまって、まあ、亡くなると、まあ、いうような事故がありましたし、2002年かな。
には東京ディズニーシーとか軽井沢おもちゃ王国西部遊園地、まあ、これもだいたいジェットコースターからまあ人がまあこう落ちてしまうという、まあ、そういう事故で、まあ、亡くなった人はこの年はいなかったんですけども、そういうのがありました。で2003年にも福井県のワンダーランドでありましたし、2005年かな、いや2015年か、2015年にも、レオマワールドで、事故があったりしています。なので、この事故の後ですね、最初に言ったドームシティはごめんなさい2011年ですね。でディズニーシーと軽井沢と西武遊園地が2012年ですね。ごめんなさい、ちょっと、適当なこと言ってしまってます。まあ、その後もいろいろ事故は続いているというようなお話でございます。今日はですね2007年の5月5日子どもの日に、まあ、大阪のエキスポランドで起こったエキスポランド風神雷神、事故についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。